はい、こんにちは。こんにちは。お願いします。まずお名前から伺っていいですか。はい、玉水梨紗子です。はい、資本には入ってどれぐらいですか。入って98年になります。9年目です。なるほど。はい、今はどんなポジションですか。今、副店長をやらせてもらってます。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。では、前職は、のことを聞いてるんですけど、前職はどんな感じですか。前職はないので、卒業してからずっとここで働いてます。はい、ありがとうございます。他にどういったサロンとか見られましたか。全国にはい、いっぱいある店舗と、はい、あと有名店を、はい、有名店を見ました。なるほど。はい、そこはどんな感じのサロンだったんですか。全国展開してるサロンは、はい、やっぱ福利厚生とかがしっかりしてるのと、はい、まあ、店舗がいっぱいあるので、まあ、自分に合ったところで、まあ、働けそうなのと、はい、まあ、なんか潰れなさそうだなっていうので見たのと、まあ、有名店は、まあ、その雑誌載ってる人とか有名人とかが来てるサロンだったので、まあ、そういうところだと、まあ、可愛いスタイルとか流行りのスタイルとかが学べそうだなと思って、まあ、そういうところがいいかなと思ってサロン見学しました。なるほど、ありがとうございます。その結果、なんで資本を選んだんですか。福利厚生の視点とかは、うん、その全国展開してるサロンとそんなに、まあ、ほぼ一緒だったので、うん、いいかなっていうのと、あとは、まあ、ホットペッパーとかホームページに載ってるスタイルとかを見ても結構かわいいスタイルとかの資本載ってたので、はい、有名店とかじゃなくても資本でもそういうかわいいスタイルが学べるかなって思ったのが、まあ、いいなと思って、はい、あとは、まあ、そのサロン見学実際に行った時とかも初めて行ったけど人間関係とかすごい良さそうでみんな楽しそうに働いてるのがいいなと思って、はい、資本に選びました。人間関係良さそうだなと思ったんですか。良さそうです、はい、どんなところが良かったなってあったんですか、見学したの。サロン見学入ってで一緒に回ってくれた、はい、イコエル先輩がいたんですけど、はい、まあ、その人もすごい丁寧に教えてくれたりとか、まあ、緊張してたので、はい、まあ、いろいろこう世間話とかをしながら、はいはい、一緒に回ってくれたのが良かったです、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。実際に資本に入社してみてどうでしたか。実際入社してみてやっぱそのサロン見学行った時の人間関係はもちろんいいなと思ったのと、あとは教育制度がしっかりしているので、はい、スタイリストになるまでのカリキュラムがしっかりしているのと、あとこのカリキュラムの中でも自分の苦手なことがあったりとか、自分はウィッグのカットでベーシックカットがすごい苦手だったんですけど、その練習会の時にもう分からないところはもう一から最初から全部もう手取り足取りパネルの持ち方とかスライスの取り方とか、はい、もうそこからもうずっと付きっきりで見てくれたので、はい、分かんないとこはすぐ解決できたし、結構できるようになるのが早かったのでそれは良かったなと思います、そんなマンツーマンで見てもらったんですね。そうですね。ちなみにスタイリストになってからはあれですか、どんな勉強したりとかありましたか。スタイリストになりたての時は、なんか社長が教えてくれたりとかしたりとか、まあ、今だったらインスタとか見てそのカットとか他の技術とか、見るようにしたりとかしてます。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ次、うちは実際どんな人に会ってますか。早くスタイリストになりたいけどしっかり、まあ、勉強とか練習する人には向いてるかなと思います。今は結構スタイリストになる年数とかも早くはなっていますけど、その出勤時間、自分の出勤時間内で、しっかり練習するのと、まあ、さっき言ったように短い短時間で結構濃い練習内容を組み込まれているので、まあ、そこはちょっと大変な部分もあるけど、しっかりご自信を持ってスタイリストになれるかなと思うので、そういう人におすすめだと思います。なるほど。じゃあ
あとは最後にこの動画を見てる人に、はい、あのなんか一言よろしくお願いします。ぜひ閉めて待ってるので、はい、来てください。はい、ありがとうございます。